魔族のような烏合の執念、本当にこんな巨大な都市が建設できるなんて。てところで、この魔王城にどこにいても吐き気を催すような嫌な匂いがする。全くの地獄だわ。カーロンを殺せばこんなところから出られるんだ。どこにいる、カーロン。
彼らの言う通り、たくさんの戦争被害者を犯しているに違いない。シャリス様はサンディスタ王国で一番優秀な魔法使いだ。傲慢で愚かで無知。魔物め、よくも私の休日がダメと言った。お前たちの頭を一つずつ撃ってやる。
正直に言うと、このクズゴブリン野郎どもが魔王になればいいのに。相手がひとたまりもないゴブリンなら戦争もすぐ終わる。Thank you.
私のことを取り沙汰しているらしい。骸骨なんかに外見を褒められても全然嬉しくないんだよ。やっぱり死ね。されていたけど、魔族の情報によるとシャリス様がすでに逃げ出したようだ。さすがシャリス様だわ。それにしてもあの地下牢に未だに多くの被害者が閉じ込められているようで、無数の女性たちが無残な虐待を受けているだろう。全部カーロンのせいだ。あいつを殺したら我が軍を率いて逆転することができる。
凌辱される犯されるより死んだ方がマシだわ。シャリス様も捕まった時にあんな目に遭ったのか。あの時のシャリス様はどんな気持ちでしょう。性的な知識は持ってるけど経験がないわ。できればソヤを親愛なる男に捧げようと思っているが。イリー女王は美しいエルフとはいえ、エルフと人間の寿命差がさすがに大きいから、このレギブンが死んだ後、女王様は寂しい思いをするのだろうか。
族に没落した町は地獄のような光景でした。意志を持って罪を償いなさい。囚人たちが死んでもサキュバスのおもちゃになりたくないと聞いているが、お前たちに会ったからには虐げられて死んだ被害者たちの復讐をさせていただくわ。魔王城か、気持ち悪い魔族たちだけが好んでいるんでしょ。いつかこの戦争で勝つ、魔族もこの城も全滅させてみせる。
かおかしいよ。あいつら妄想するだけで絶頂したなんて。それに私をおかずにするなんて許さないわ。魔族たちは種族によってそれぞれ性癖があるらしい。休日の修行に没頭していた私はそういう知識を全く知らなかった。ま、セックスというのは愛し合ってる夫婦たちが楽しめるものでなければならないのだ。卑劣な魔族め、女の体をいろいろな道具で塗って遊ぶのが楽しいなんて下品極まりないわ。女だけで稼ごうとする卑劣な魔族め、早く死ねば。女の価値はお金で評価できるものではないよ。全部死ね。
女王様、どうかご無事で。何を言っている？サンディスタが今日のようなことになるのは全て自業自得だと言いたいの？ふざけるな、魔物のくせに。死んじゃえ。シャリスに転送された後、サンディスタ王国はもはや崩壊したと同様だ。誰も認めたくない。それでいて確実に起こった残酷な事実だ。現在のサンディスタ王国が魔王カーロンの縄張りになって、我々には生き残った抵抗軍しか残っていない。抵抗するどころか逃げるだけで精一杯だ。だからこそ今回の作戦は絶対に成功しなきゃ。
マロー。殺人鬼、いつの間にか魔物の中ではそう呼ばれるようになっていたのか。これは勇ましい彼らが人間側の将軍であれば、魔物たちに大打撃を与えることができただろう。残念ながら逆だ。敵だからこそ味方に重大な損害を与えたのだ。危ないけれど、また暴れ出す前に全員排除しなければならないのだ。強くなるために何でもするんだ。何がアグリスの棒よ。ただのバイブじゃないか。あれを使って女性をいじめようとするなんて。殺して棒を回収しなきゃ。
銀月早漏という称号も自分でつけたものじゃないのよ。だが私にエッチなことをしようとするなんて、こう…森が全く別の世界と聞いている。女王様は霧の森に逃げ込んだらしい。うっかり入ってしまったのか、それとも意図的に入ったのか、何にしても
魔王カーロ、すべての魔族を率いる王者であり、邪悪の極みだ。どこから現れたか誰も知らないが、あいつが現れた途端に、この大陸に永遠の秘宝をもたらすことになった。現在、我が国が惨敗し、もはやどうにもならない。唯一の状況を逆転させられる方法が、魔王を直面しないで不意を打つ。つまり、カーロンを暗殺することだ。魔王カーロンよ、せいぜい最後の時間を楽しんでくれ。お前。魔王カーロンよ、そんな妄想を早くやめた方がいい。今日こそお前の最後だ。
ナ？さっき殺されたんじゃないか。一体どういうこと？なんという生き物だ。ダメ。言うことが本当なら、私には勝ち目が全くないわ。これ以上体力を消耗してはならない。早く逃げないと。魔王カーロン、またお前か。本当にしつこいんだね。だがこの程度で私についてこられると思った？吐き気がするわ。もう来ないでね、このストーカー。そんな気持ち悪いこと言わないでくれ。おとなしくお前に従うなんて、そんなの絶対にありえない。もうここまで来たんだから、多分くそ、やっぱりまた来たか。不死身があるということで随分生意気ね。
のよ。お前の首か。不死身であるからといっても威張るなよ。その秘密を解明したらこの手で葬る。どういうこと？いきなりカーロンから禍々しい気配を感じる。嫌な予感がする。早く逃げた方がいいわ。復活しすぎるせいか、カーロンの中に奇妙な変化が起き始めていた。前より強くなった気がして、まさかこれが本当の姿なのか。今のカーロンを倒せば確実に殺せるのか、それとも前と同じようにただの無駄なのか。とりあえず逃げた方がいい。いずれにせよ今は情報を送り出すことが一番大事なんだから。全てはこの戦いに勝利するためであった。カーロンを殺しに来たのにこんなことになってしまって。また来やがった。けど最初の目的を達成してなかったとしても、追い詰められていても絶対に諦めてはいけない。今回の侵入にとてつもなく重要な情報を得ているので、あとは。なんといっても無事にここから逃げ出すの。
シャリス様はサンディスタ王国で最も尊敬されている大魔法使いだ。彼女は凛々しくて、優しくて、知性に溢れていた。女王様を守るために魔族の捕虜となってしまったが、シャリス様はきっと大丈夫だと信じてる。シャリス様の知恵と実力できっと魔族から逃れることができる。シャリス様の情報を知っている魔族はかなりいるらしい。カーロンを殺しに行く途中で訪ねてみよう。失ったようだが、なぜここまで追いかけてきたの？私に対して強い執念を持っているようだったが、なぜなのか。性欲のせいか、それとも彼をあんなに殺してしまった女が私が初めてだったから。なんとしても絶対に捕まっちゃダメ。
どきなさい。じゃ、安心しろ、魔族め。いつかお前たちを一匹残らず殺しに来てやる。もう行くから邪魔しないでね、バカ魔族。死ね。邪魔者は排除したから、このまま霧の森へ向かおう。しつこいわね。女に断られたらちゃんと出ていけって、そんな常識もないの？マジでキモい。絶対に触れさせないわ。私たちの実力の差がわからなかったのか？不死身の力がなかったらお前は何十回も殺されていたよ。くそ、もうこいつと消耗戦をすることはできない。このままでは私の体力もなくなってしまう。とにかく一刻も早くこの場を離れなければならない。魔王カロン、次会うとき私がお前を撃つ。やっと着いた。ここが霧の森なのか。やっぱり噂通りどこもかしこも霧だね。カーロンを殺せる秘密もイリー女王も全てこの森に隠されているのだろうか。だったらこの秘密を解いてほしい。